です。今年の夏はパパとたくさんお出かけしたい。時はもちろん、普段からこれを着たいと自分で持ってくるほどお気に入りで、パジャマとしても着用しています。去年キャンプデビューを果たし、今年もキャンプを楽しんでいます。自分で大好きな花柄と
初めてのファッションショーでドキドキしていますが、レッスンを一緒に頑張っている葵ちゃんとウォーキングができるので、恥ずかしさを楽しみに変えて頑張ります。ファッションのポイントは、ジンベエとしても着られますが、今日のようにスカートにインして、帯をつけることで浴衣風に可愛く着こなしているところです。今年の夏はたくさん花火を見に行きたいです。応援よろしくお願いします。榊原あつきちゃん、ひまわり畑に行ったり、お友達と遊んだりと充実した毎日。朝顔の花はまだ咲いてないけど、笑顔の花は咲くといいな。初めての夏休み、思い出たくさん作りたいです。浅野目海斗くん、ネクストワンのメンバーとしてステージに立てて、ダンスが大好きになりました。明日のステージでネクストワンのみんなと踊れることがとても楽しみです。一生懸命頑張ります。ぜひ明日も見に来てください。毎日料理のお手伝いをしています。野菜を切ったり、一人でチャーハンを作ったりしています。この夏で料理上手な素敵な女の子になりたいです。浅野健くん、レモンとストライプの爽やかなジンベエを選んでみました。夏休みにはプールと花火をたくさん楽しみたいです。高柄の浴衣でかっこよく決めてみました。今年の夏は花火大会やお祭りに行って射撃とおみくじをするのが楽しみです。かっこいい。ありがとうございました。今年待望の参加です。浴衣はママの子供の時の浴衣で年代物です。古典的な柄なので、帯結びや帯留めで遊び心を入れて着付けてもらいました。今日も自分でメイクしてきました。ありがとうございます。元気いっぱいカラー、ショート丈がとってもキュートでお気に入り。浴衣に負けない笑顔でお届けします。ありがとうございました。豊川しのちゃん、動きやすさを重視したデザインで、浴衣としてもワンピースとしても綺麗で2ウェイタイプです。紫のグラデーションが目立つスポーティーなデザインの浴衣に挑戦してみました。ありがとうございました。木村さえちゃん、夏の思い出は公園で友達と浴衣でお祭りに行ったことです。今年の夏もプールにバーベキューをして友達と遊びたいです。ありがとうございました。山中あかり
皆さんのイベントにも出演します。明日はガラッと雰囲気を変えてダンスステージにも出演します。皆さん明日も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。鮮やかな浴衣で夏の暑さを乗り切ります。ポージングにもぜひ注目してみてください。ありがとうございました。岸野由美子さん、今日のために新しい浴衣を買いました。念願の縦縞の浴衣ですが、初心者の私には着付けるのが難しかったです。綺麗に着られているでしょうか。ありがとうございます。モデルさんのポージングと浴衣コーデいかがでしたか。この夏の浴衣コーデの参考にしてみてはいかがでしょうか。浴衣ファッションショーをご覧いただきありがとうございました。イオンの皆様もありがとうございました。
上で浴衣ファッションショーは終了となります。ご覧いただいた皆様ありがとうございました。